はいどうも、こんにちは、こんばんは、しばです。今回は OBS に日付や時刻を表示させる5つのやり方について解説します。ちなみにコメント欄でも質問を受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またメール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので、説明欄の各情報もチェックしてみてください。まず最初にネオンデジタルクロックを利用する方法を解説していきます。この方法を行うとネオンっぽく光っているように見えるおしゃれなデジタル時計を表示できるので非常におすすめです。それでは実際のやり方を解説しますが、説明欄にネオンデジタルクロックのページのリンクを記載しているので、実際にクリックしてこのような画面を開いてみてください。次に下にあるセッティングで表示方法の設定を行っていきますが、フォントサイズに関しては50くらいにしておけば OK です。次にカラーの項目で色を変更できるので、実際に画面を見ながら好きな色に設定してみてください。次にタイプの項目では表示する情報を変更できるようになっています。実際にそれぞれクリックして好きなものを選択してみてください。次にデザインの項目で3種類の表示方法を選択できるようになっており、周りを線で囲ったり2段に分けて表示できるようになっています。こちらもそれぞれクリックして好きなものを選択してみてください。ひとまずここまでの設定でこのようなデザインに仕上げることができたので、次は OBS に表示させるための設定をやっていきますが、 Viewer URL の項目にあるリンクの上で右クリックして、リンクのアドレスをコピーをクリックしてください。次に OBS を起動したら、ソースの欄にあるプラスをクリックしてブラウザーをクリックしてください。するとソースを作成選択と表示されますが、分かりやすい名前をつけたら OK をクリックしてください。今回は初期設定のまま解説していきます。次にプロパティの画面が表示されますが、 URL の項目に先ほどコピーしたリンクのアドレスを貼り付けてください。できたら OK をクリックしましょう。するとこのように OBS に日付や時刻が表示されます。あとはサイズ調整や位置調整を行うのはもちろん、無駄な余白が気になるのであればオルトキーを押しながら四角をドラッグすると無駄な部分をトリミングできるので、うまく調整してみてください。ちなみにこの時計を配信で使用する場合は、ライセンスを動画や配信の説明欄に記入する必要があります。ネオンデジタルクロックのページの下部にこの情報が記載されているので、3つのうちのどれかを必ず記入してから使用するようにしてください。次にパタパタ時計を利用する方法を解説していきます。この方法を行うとパタパタと動くおしゃれな時計を表示できるので非常におすすめです。それでは実際のやり方を解説しますが、説明欄にパタパタ時計が配布されているページのリンクを記載しているので、実際にクリックしてこのような画面を開いてみてください。できたら無料ダウンロードをクリックしましょう。次にダウンロードするには Pixiv ID でログインする必要があるので、すでにアカウントを持っている人は Pixiv ID でログインをクリックしてログインしてください。まだアカウント登録していない人は Pixiv ID を作ってログインをクリックして画面の指示に従ってログインしてください。ログインできたらもう一度配布画面に戻って無料ダウンロードをクリックしましょう。ブラウザで Chrome を使用している場合は、画面左下に圧縮フォルダがダウンロードされるので、デスクトップ画面にドラッグ&ドロップしてください。もしも他のブラウザを使用していてどこにダウンロードされたのかわからない場合は、エクスプローラーの画面で PC をクリックしてダウンロードをクリックすると、先ほどダウンロードした圧縮フォルダがあるので、デスクトップ画面にドラッグ&ドロップしてください。次に圧縮フォルダの上で右クリックして全て展開をクリックします。次にこのような画面が表示されますが、完了時に展開されたファイルを表示するにチェックを入れて展開をクリックしてください。すると展開されたフォルダが表示されますが、画面内にあるフォルダをクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、後で色をカスタマイズするときにこの画面を活用するので、そのままにしておいてください。次に OBS に表示させるための設定をやっていきますが、ソースの欄にあるプラスをクリックしてブラウザをクリックしてください。するとソースを作成選択と表示されますが、分かりやすい名前をつけたら OK をクリックしてください。次にプロパティの画面が表示されますが、ローカルファイルにチェックを入れたら参照をクリックしてください。次に PC の中にあるデスクトップをクリックし、パタクロック V1 をクリックしてください。そしてもう一度パタクロック V1 をクリックして、このような画面を開いたら、横向きの白い時計がいいのであれば01ホワイト HTML をクリックしてください。横向きの黒い時計がいいのであれば02ブラック HTML をクリックしてください。もしも縦向きの時計がいいのであればバーティカルのフォルダをクリックし、白い時計がいいのであれば01ホワイト HTML をクリックしてください。
黒い時計がいいのであれば02ブラック HTML をクリックしてください。実際にクリックするとローカルファイルの項目に選択したファイルが表示されるので OK をクリックしてください。すると OBS に時計が表示されます。あとはサイズ調整や位置調整を行うのはもちろん、無駄な余白が気になるのであればオルトキーを押しながら四角をドラッグすると無駄な部分をトリミングできるのでうまく調整してみてください。ちなみに通常では白と黒の2色しかありませんが、カラーカスタマイズページというのが用意されており、それを活用すれば色を自由に変更することができるようになっています。これから色の変更方法を解説していくので参考にしてみてください。まずは実際に配布されているページ内のリンクをクリックして、このような画面を開いてください。開くことができたらまずはベースカラーを選択します。薄い色に仕上げるときは白をベースに、濃い色で仕上げる場合は黒をベースにするのがおすすめとなっているので、好みの色に応じて設定してください。次に数字や背景の色を選択できるようになっているので、好みの色を選択してみてください。ちなみにオーバーレイで色調を統一するとまた違った印象になりますし、背景をグラデーションにすることもできるので自由に調整してみましょう。実際に色の調整を行うことができたら、一番下にあるカスタマイズコードをコピーするをクリックしてコードをコピーしてください。次に圧縮フォルダを展開した後の画面を開いてほしいのですが、リードミーテキストをクリックしてください。するとメモ帳の画面が表示されますが、画面左上のファイルをクリックして開くをクリックしてください。次に PC の中にあるデスクトップをクリックし、パタクロック V1 をクリックしてください。そしてもう一度パタクロック V1 をクリックしたら、画面右下の項目を全てのファイルに変更してください。次にカスタマイズコードをコピーする時の注意書きを確認して、01ホワイト HTML にペーストで使用しますと記載されているのであれば01ホワイト HTML をクリックしてください。もしも縦向きの時計の色を変更したい場合は、バーティカルをクリックしてその中にある01ホワイト HTML をクリックしてください。すると HTML ファイルの中身を確認できますが、カスタマイズ設定ここまでと書かれた下に先ほどコピーしたカスタマイズコードを貼り付けてください。できたらファイルをクリックして上書き保存をクリックしましょう。あとは OBS 側の設定を行いますが、時計を入れていたブラウザのソースを再編集するのではなく、一度削除して最初から同じように再設定すると色を変更した状態で表示させることが可能です。次にスコラボを利用する方法を解説していきますが、このスコラボでは全部で16種類のおしゃれな時計の中から好きなものを使用できるようになっています。ただ利用するときは Twitter でのログインが必要になっているので、 Twitter アカウントを持っていない人はアカウント作成を行ってから利用するようにしてください。それでは実際のやり方を解説しますが、説明欄に記載しているスコラボのページのリンクをクリックして、このような画面を開いてみてください。開くことができたら今すぐ始めるをクリックしましょう。するとこのような画面が表示されるので、利用規約とプライバシーポリシーを確認してください。問題ないのであれば Twitter でログインをクリックし、画面の指示に従ってログインしてください。 Twitter でログインできるとこのような画面が表示されますが、中央の黒い画面はプレビュー画面となっており、現在は何も素材を追加していないので真っ暗な画面となっています。ここから時計の素材を追加する方法を解説しますが、画面左上にあるプラスをクリックして時計をクリックしてください。すると様々な種類の時計を選択できるので、好きなものをクリックして選択してください。すると画面上で文字色や背景色、フォントを変更できるので、プレビュー画面を見ながら好きなようにデザインを変更してみてください。設定できたら変更を保存するをクリックしましょう。すると先ほど設定した時計が表示されます。実際にクリックして選択すると、サイズ調整や位置調整を行えるようになっているので、好きなように調整してみてください。ここまで設定できたら OBS に表示させるための設定をやっていきますが、画面下にある配信ソフトと接続するをクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、コピーをクリックして表示されているリンクをコピーしてください。次に OBS を起動したら、ソースの欄にあるプラスをクリックしてブラウザをクリックしてください。するとソースを作成選択と表示されますが、分かりやすい名前をつけたら OK をクリックしてください。次にプロパティの画面が表示されますが、 URL の項目に先ほどコピーしたリンクのアドレスを貼り付けてください。あと幅を1920、高さを1080に設定したら OK をクリックしましょう。すると OBS に設定した時計が表示されます。
もしも表示場所やサイズを調整したい場合はスコラボ側の画面で調整するようにしてください。ちなみにスコラボでは画像や動画も入れることが可能となっています。配信時に活用できるいい素材が揃っているので、気になる人はこちらもチェックして活用してみてください。次に OBS クロックの OBS 用時計ジェネレーターを利用する方法を解説します。これを活用すると15種類のおしゃれな時計が使用できますし、10種類のタイマーも使用できるので、経過時間を表示させたい時にもおすすめです。それでは実際のやり方を解説しますが、説明欄に記載している OBS クロックのページのリンクをクリックして、このような画面を開いてください。次にテンプレートの中にある時計と書かれた項目をクリックして、好きなデザインを選択してみてください。次に時刻の項目をクリックすると、フォントや時刻の表示設定などを調整できるので、好きなように調整してみてください。次に日付の項目をクリックすると、日付や曜日の表示方法などを調整できるので、好きなように調整してみてください。次にラベルの項目をクリックすると、配信のような文字を追加できるので、必要であれば追加して好きなように調整してみてください。次に背景の項目をクリックすると、背景の色や余白などを調整できるので、好きなように調整してみてください。ここまで設定できたら、 OBS に表示させるための設定をやっていきますが、画面右側にあるコピーをクリックして URL をコピーしてください。次に OBS を起動したら、ソースの欄にあるプラスをクリックしてブラウザをクリックしてください。するとソースを作成選択と表示されますが、分かりやすい名前をつけたら OK をクリックしてください。次にプロパティの画面が表示されますが、 URL の項目に先ほどコピーしたリンクのアドレスを貼り付けてください。次に OBS 用時計ジェネレーターの画面に戻ったら、横と縦の数値を確認し、幅に横の数値を、高さに縦の数値を入れてください。できたら OK をクリックしましょう。すると OBS に設定した時計が表示されます。あとはサイズ調整や位置調整を行って配信で活用してみてください。次に配信ツールキットの配信用デジタル時計を利用する方法を解説します。デザイン的には他で紹介した時計と似た部分がありますが、グラデーション時計という徐々に色が変化するアニメーションが特徴的な時計を利用できるので、おすすめな時計として紹介しています。それでは実際のやり方を解説しますが、説明欄に記載している配信ツールキットのページのリンクをクリックして、このような画面を開いてください。次に下にスクロールすると、グラデーション時計の各種設定ができるようになっています。日付の有無やグラデーションの種類、フォントを好きなように設定してみてください。設定できたら OBS に表示させるための設定をやっていきますが、配信ソフト用 URL の項目にあるコピーをクリックして URL をコピーしてください。次に OBS を起動したら、ソースの欄にあるプラスをクリックしてブラウザをクリックしてください。するとソースを作成選択と表示されますが、分かりやすい名前をつけたら OK をクリックしてください。次にプロパティの画面が表示されますが、 URL の項目に先ほどコピーしたリンクのアドレスを貼り付けてください。できたら OK をクリックしましょう。すると OBS に設定した時計が表示されます。あとはサイズ調整や位置調整を行うのはもちろん、無駄な余白が気になるのであれば、オルトキーを押しながら四角をドラッグすると無駄な部分をトリミングできるので、うまく調整してみてください。はい、これで今回の動画を終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法やゲーム実況に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそ分かる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。